国立高等装飾美術学校は、フランスのパリ市に所在する国立の美術学校であり、PSL 研究大学の一校である。フランス国内で最も権威のある芸術学校であり、期限は1766年である。パリ5区のゆるむ通り31番地。インサットは、1920年代のデザイン運動アールデコにおいて、中心的な役割を果たし、 新たなデザイン概念を創出した。教育機関として世界的にも評価が高い。学科にはアニメーション、写真、舞台芸術、インダストリアルデザイン、コミュニケーションデザイン、インタラクティブデザイン、映像、インテリアデザイン、ファッション、テキスタイル、版画がある。パリ国エコール通りにある、ルイ15世時代の旧王立自由美術学校の、正門。 インサットの歴史は、1766年にジャンジャック・バシュリエンが創立し、1767年にフランスを売る15世の特許状を得た、王立自由美術学校にまで遡ることができる。創立者の目標は、芸術的要素を兼ね備えた工芸を発展させる、ことで、工業製品の品質を向上させることだった。同は厳格かつ過酷な定性を取ることで、技術と、 文化、知性と感性を両立させる芸術教育を実現し、才能ある職人を創造性豊かな芸術家へと育成してきた。幾度かの解明を経て、1877年に国立装飾美術学校になり、1927年に現在まで続く国立高等装飾美術学校を名乗るようになった。ありがとうございます。